century skills I man 部活動発足イエイイエイ。はい、始まりました。9月のホストークです。ナンバーワンに集まっていただきました。じゃあどうぞ。はい、スターズ官房さん田坂幸です。お願いします。イエーイ。クラブシェルリーダーハイロキです。イエーイ。お願いします。お願いします。はい、クラブシュガーリーダー時藤夏美です。よっ。クラブエスティニーリーダー秋人です。イエーイ。よろしく。はい、シンフォニアスイート代表ミランドです。お願いします。イエーイ。はい、はい、どうでした？9月の灼熱の9月失礼しました。まあ、夏日が半端ないですね。本当に行かせてもらいました。マジでやばかった。1000万タワーそうですねしたと噂で聞いてます、ね、はい。ちょっとアキト君も来てくれて、タワーが300で、で、あと1本が、石原玲治、はい、で、まあ、一緒に下ろして1000万すっげー。おいや、もういろいろありましたね。9月はいろんなお客さんとも離れてしまって、もともともっと上がる予定だったんですけど、はい、もともと2000万行く予定だったんですけど、いろいろあってやっぱ綺麗になっちゃったりして、そこまで上がらなくて。歴何ヶ月だろう。歴が半年、6ヶ月目ですね。6ヶ月目で1000、そうですね、100万、はい、すごいね。当初から目標にしてたんで、そのはい、レギュラーになって4月から、うん、半年で1000万。1000万何回行ったの。1000万1回だけですね。半年6ヶ月だけなんで。どうなん、あの元1000万の先輩。え、いや元やめなさい。なんと元って。3年目で1200万だから、半年で1000万いくんだから相当すごい。僕はでもちょうど1年目というか12ヶ月目に、はい、すごいな、ね、1200万で、去年も1000万超えたくて無理で960とかでした。ギリギリ半年入って、半年って俺多分キッチョムとか知らんかったと思う。はい、ということで、そんなナンバーワンホストたちに聞いてみましょう。今までの生い立ち、えいよっ。それこそ夏美くんの半生なんてめちゃくちゃ気になるから。ホスト直近からの話になってしまうんですけど、人と違うことをしたいなって思ってて、もう入る前からある程度戦略を立ててホストを始めたんですよ。どうしたらホストで売れるのかっていう、それがホストっぽくない、ホストに来るお客様って、まあホスト楽しみたいっていうお客さんがほとんどだと思うんですけども、そういったお客様が一人で来れないっていう人もたくさんおると思うんですよね。で、友達を一緒にごめん、ついてきてっていうふうに言うと思うんですよ、ホストに。で、その友達って多分ホストイコール苦手っていう意識がすごい強いと思うんで、そこを取りに行こうと思ったんですよ。そのお客様が選ばれるようにってなると、ホストっぽくないホストであればやっぱ話もしやすいし雰囲気も合うしっていうところをもう最初から目標にしてて、でそこがドンピシャであって、4月、初月ですね、1位取らせてもらって、グループでも1位取らせてもらって、でシガーも新規場内指名でも1ヶ月で1位取らせてもらったんですよね。ガラシャツ着て金髪の自分がもう恥ずかしくて生きてて申し訳ない。半年で1000万、1100万、はい、ってなるとやっぱりもう100万上の先輩にちょっと反省を聞いてみましょう。一緒僕の反省か。でホスト入る前はなんか普通に現場してて、18歳からホストやってるから、きっかけはなんかその現場の時に付き合っとった彼女に振られて、腹立つわと思ってホスト始めたのがきっかけですね。でなんかチャラチャラしとったら1200万打ったっていう感じなんですよね。戦略とかなくて、戦略とかないですね。生きてるだけで、生きてるだけで、生きてるだけで1200万。すごいな。もともと
さん、僕、片親なんですよ。母親がいなくて、で、なんか1000万いったら、母親が飲み来て、その2000っていうのが初めて会ったのもありますね。お母さん、お母さんに初めて会ったのがホストクラブっていう、の働いてるところに飲み来て、で、なんか普通に新規接客で、俺さ、可愛いですねって今度、お前行きましょうよって自分の母親に言ってて、で、なんかそれでなんか送りしてもよし、まあ俺だろうなって送りしても僕で、そしたらケイトのお母さんに呼んだらいや、話何よと思ってめっちゃ怖いわと思って、なんか話に掘ったら、もうほんまにちゃんとお母さんで、そういう時って感動的な、いや、僕はどっちかっていうと号泣しましたね初めてお母さんに会ったから、なんかすごい嬉しかったっていう、なんかもう家庭訪問とか全部おばあちゃんとか知ってるから、家庭の事情と病気はいじれんのかな、やっぱそう、目は夏美の後じゃあそろそろ終わりです。僕ですか。あ、じゃあお願いします。なんか親父がホストクラブとか経営してて、はいはいはい、はい、地元でちょっと、まあ、水商売とかにすごい偏見を持ってたというか、はいはいはい、なんかね、その誰でも稼げるやろって思ってたんで、僕はやっぱりそっちの道に行きたくないって思ってたんですけど、来ちゃいましたねきっかけはホストに入ったきっかけって、ホストに入ったきっかけは店長からのインスタントDMです。水商売したくないって思っておったのに、そうそう、いや、なんかすげえ後悔するなって思っちゃったんですよ。年取った時に、なんか、ああ、俺あの時ホストやってくれるかってなって、やりたいって気持ちはもともとあって、あったけど、なんか、すごい、そんなんで稼いでも嬉しくないなって。今じゃあ、お父さんとその仕事の話とかもされるんですか。あ、めっちゃ仲良くって、もう今はもうやってないんですよ。はいはい、今は、車とか、車屋さんやってて、一緒に車いじったりしてます。僕になるとそういう、本当に僕は貴族の出身なんですよ。で、その貴族なんですけど、僕の家系がの落ちこぼれが僕のお父さんなんですよ。落ちこぼれがちょっと嫌やな、なんかで、で僕が、まあ、この世に誕生したんですけど、でもやっぱりその何ていうんですかね、教育方針みたいなのはやっぱりその貴族流のやつをすごい叩き込まれて、だから幼稚園、小学校、中学校、私立ですから、50件、まあ13歳で僕ぐれて地元の公立中学校に行って、で、お父さんの転勤とかだったらいろんな県転々として、で、高校で岡山に帰ってきて、で、そのまま就職してもずっと働いてたんですよ。で、なんかその嫌気がさして、なんか毎月毎月なんかこんな天引きされるので、残った中でなんとかやりくりして貯金してってする、もう人生がなんか嫌気がさして、求人情報誌開いたんですよ。はいはい。そしたらセフィロスっていうお店の求人が載ってて、はい、何か変えたいなって。で、まあその水商売、夜の世界っていうのをちょっとやってみたいなっていうので、アルバイト、まずはアルバイトから知りませんかって書いて、アルバイトを申し込んだんですよ、セフィロスっていうお店に、はい、で、面接に行ったら、その時の代表の鶴間雅人っていう人が、うちはバイト募集してないっていうので、面接の3分くらいで終わって、もう全部あれ買いました。えそうなんですか。いろいろ嫌になって、もう昼の会社も辞めて、シンフォニアに、だから3年前ですね、に入店しましたね。28歳で東証一部上場の会社を脱サラしてホストを始めました。で、その決断がすごいですね。いや、ほんまね、飛びすぎですよね。話をした人100人中100人に止められました。いや、それは無理でしょ。はい、ということで、9月のホストートでした。来月もまたこのメンバーで集まりましょう。バイバイ。よいしょ、よいしょ。